子供の迎えがある時は定時なんですけど、子供の迎えがない時は9時10分になります。どっちかなんです。すいません、取りまとめにちょっと時間がかかってしまっていました。皆さん席にお戻りでしょうか。ちょっとこの後ですね、
それぞれのグループでどんなことが議論されたのかという結果の共有を、していただきたいと思います。プログラムというかお配りしている資料の、会場レイアウトのところに書いてあります自治体の番号の順番に、発表いただければと思います。なので、一番最初は町田市さんですね。町田市さんのグループの、何か発表される方前にいらしていただけますでしょうか。町田市の方、特に決めてなければファシリテーターの方前にいらしてください。和田さんお願いします。すいません、北区を退職しました和田と申します。よろしくお願いします。私一班の、町田班のファシリテーターをさせていただきました。でそれでですね、いろいろ、いろんな方がいらっしゃいまして、大学で勉強されてる方、国の機関の方、あとは民間企業の方、それでですね、町田市さんのお話いろいろ聞いたところで、でバックボーンとしては GIS を担当されている部署というところで、そういったお話を聞いているうちにちょっと固定資産税という、キーワード出てきまして、でそこには土地の情報だとか建物の情報だとか結構入ってるなと。でそういうお話をちょっと深く聞いてたところ、でも役所の情報ってどこに何があるか全然わかんないよね、問い合わせ部署なんかもどこに聞いたらいいのかわかんないよねっていう話が出ました。でそうしますと、役所のデータがどこにあるのかわからないだとか、法律に縛られた規制だとかがいろいろあってこれめんどくさいんじゃないのっていうことに、少し、話題が、振られてきたんですけれども、そうするとですね、でも地震だとか震災の時に、道路だとか、そういったところ、建物が壊れて通れなくなっただとかそういった情報ってすごく欲しいんだけど、そういうのって出せないかななんて話を したところ、固定資産税の部署、建築の部署、都市計画の部署にそれぞれ建物の情報ってどうやらあるんじゃないのっていうことが分かってきました。そうすると、こういったものを、皆さんで、検索をして、しかも国がそもそもオープンデータを推進する理由っていうのが企業の活性化で価値ある情報を求めることにあるということでですね、災害時に必要な、情報なんていうものを例えば建物の、情報なんかをこういったものって、出してもらえないかなと。でこういったものを、上手に出してもらうことによって検索コストが低下したりとか、サーフボードのような検索システムみたいなもの出来上がるのかなと。でただ一つここで出てきたのがそれでも、目で見ないと古いからダメというのは限らないっていうのがちょっと痛いんだよね。これが出てきたところ、じゃあ少し、この壊れやすいよぐらいには、情報の提供ができると。一方で課題として残った目で見る、こういった古いからダメとは限らないこういった情報をどうフォローしてあげるかなんていうところが、少し、町田班の、これからいろいろアプリケーションというか課題解決の、道しるべになりそうだなというところで、話が、まとまったところです。どうもありがとうございます。今日ありがとうございました。次日野市のグループの方よろしくお願いします。日野市のグループを担当させていただきました、朝日声の大友と申します。日野市さんのグループの中で、参加された方やはりいろんな方々が参加いただきまして、メーカーさん、あとは建設コンサルタント会社さん、それとかユーティリティ企業様、あと大学の先生ですね、そういったような方々からいろいろ積極的なご意見等をいただきました。で、こちらがですね作成したなんかボードになるんですが、付箋の数では結構すごいなと、多分一番かなというふうにちょっと自負しているところです。
で、問題は中身でして、まあ、どういった議論をしたのかというところはですね、まあ、こちらの方の、まあ、あのスクリーンの方をちょっとご覧いただければなというふうに思いますが、まずは日野寺様ならではの問題っていうのが、まあ、こういう問題がありましたと、まあ、それに対してそれ以外に関してもオープンデータというのがやはり何らかのこう問題解決の手段の一つになり得るだろうと、まあ、こんなような議論を行いました。それとかあとは統合型 GIS に関する考え方の相違ということで、まあ、実際にはというような問題がありますよということ、それとかあとは、まあまあ、アイデアですね、まあ、こういったものを義務化されていないとちょっと、ね、役所の中でやりにくいなというようなそういったようなご指摘、あとはデータに対する考え方の相違ということなんですけども、まあ、これは要するに提供する側とあと受ける側ですね、まあ、こういったものにまだまだちょっとギャップがあるんじゃないかという、まあ、そういったようなこと、あとはその、多くの人がこう見られるデータに対する、まあ、役割ですね、まあ、こういったようなものが必要だと、まあ、こういったようなコメントをいただき、その他にですね、今度データの活用に関してなんですけども、まあ、これまでパソコンとか、まあ、スマホとか、まあ、そういったような携帯とかっていうような議論があったんですけども、例えばその音声っていうのも非常にこう有効なやり方、情報提供のあり方じゃないかということですね、まあ、こういったようなご指摘もありました、それとか、まあ、最終的にはですね、まあデータもオープンになるということは大事なんですけども、そのやっぱり行政の課題とか悩みっていうのもオープンにしていただくということですね、まあ、こんなこともあってもいいんじゃないかと、まあ、こういったようなですね、こう議論がされたというところでございます、まあ、特にこういうふうにまとまりましたという話ではなくて、こういう議論を行いましたと、まあ、このようなご報告になります。以上です。ありがとうございました。次は豊島区のグループからお願いします。豊島区のグループ、あ、瀬戸先生から、はい、よろしくお願いします。はい、豊島区を担当しました東大 CSIS の瀬戸です。ですね、豊島区は、まあ、基調講演会の、事例報告でも、しましたので、まあ、その課題を踏まえてですね、広く議論をしてまいりました。参加者の方も非常に様々な意見をお持ちでですね、僕は完全にまとめることはできなかったんですけども、まあ、課題とかですね、考える時のノウハウっていう意味ではこれだけ短時間だからですね、出たということで、僕はもう付箋を途中でまとめるのを諦めてしまったぐらいですけども、山本さん、初期のですね、山本さんが種にまとめていただいたので、これだけ実は、課題があり、それから、まあ、留意点とかですね、ノウハウっていうのが出てきたということが、まずお分かりいただければというふうに思います。で、まあ、いくつか多分共通、共通項があるということで、まあ、豊島区は人口密度が一番高いということもありますので、まあ、こう蓄積されたデータあるいはオープンになったデータ、オープンにするのはいいんだけども、それをどうやってその住民のさまざまなです、ね、社会階層の方に伝えていくかっていうところは非常に多分大きな問題になっていて、まあ、この、下の赤いところにも書いてありますけども、その伝達手段自体のです、ね、構築というかです、ね、その、まあ、設計といったものは非常に多分大きな課題になっていくんじゃないかなと思います。そういう意味では、今日 の、 シンポジウムの中でも出ていた例えば統計とかですね、分析ツールっていったものは一つの、まあ、答えになろうなるんじゃないかなというふうにも捉えられました。それからもう一つ大きな点として、挙げられるのは、ここに、具体的には書いてないかもしれないんですけども、まあ、いわゆる参加、住民参加、をどうやってこう仕掛けていくかということが、まあ、非常に重要だということで、議論がされました。そういう意味で、まあ、昨今では参加型 GIS といったようなトピックスも出ていますけども、まあ、その周知の一方でどうやってこう、住んでいる人を巻き込んでいくかという仕組み自体ですね、そういった、まあ、設計が必要なんじゃないかということで、まあ、その伝達手段一つとってもですね、非常にまあ多様な住民で構成されている豊島区ならではの問題関心が出てきたのかなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。次は茨城県のグループからお願いします。茨城県グループに参加させていただきました東です。よろしくお願いします。すいません、付箋書くのちょっとって一番少なかったと思いますけど、こっち手が回らずちょっと議論が弾んだものですから、議論とこちらのメモにちょっと集中しました。
で、茨城県って、まあ、私もあんまりそのどういう県かよく分かってなかったんですけども、最初お聞きしたらやっぱりその南北問題、県の南側と北側で随分状況が違うんだ、まあ、北側は過疎、どっちかというと過疎の町、南側は、いつも詰まっちゃうんだけど、茨城都民、茨城に住んでいながら実際東京の方しか向いてないサラリーマン層、あともう一つ筑波っていう研究都市がある、そこもかなり独特な個性がある町という、まあ、そういった3つ のエリアを持つ県です。でそういった中でまあ、データの出し方とか GIS とか、まあ、その辺に興味の深い方々多かったんですけど、技術的な話の前にそのまずその参加されてたメンバーがその自治体の方とあとその茨城の住民の方が比較的多かったので、その自分たち その生活者としての目線とか、まあ、行政の方の目線でそれぞれ思っていらっしゃる課題を出していただけませんかという話をしたところ、まあ、大きく2つの課題が出てまいりました。1つ目は、公共交通機関ですね。茨城県でも縦にズドーンと常磐線と TX が通っている以外は横が非常に移動しづらいという特性があって、なおかつその道路の面積が都道府県では日本一だそうですね。つまり車社会で、それがいいことか悪いことか、やっぱり高齢化社会になってくるといろんな課題が、そこからその道路のメンテナンスのコストとか買い物難民の話とかいろんなことが出てくることが想定されるので、その辺自家用車じゃなくて公共機関を使った移動がもうちょっとできるような、スムーズにできるようなことを考えるべきじゃないのっていうことからいろいろ話をしまして、対策としては、情報の出し方、情報はあるんだけども、その特にバスですね、バスの情報は時刻表の情報はあるんだけどたどれないっていうか、その何だろう、会社ごとによっても違うし、その情報があってもそこから細かいドリルダウンできないとか、そのうまくつながってないので、そこをうまくキュレーションっていうか、こうきれいな形で見せてあげるような仕組みが必要だろうと、まあ、実際そういうのを作った人もいるらしいんですけども、なかなかそれが続いてないということで、なんかそこは時刻表データっていうのはどっかあるらしいので、そういったものを使ってなんかうまくアプリの開発とかにつなげられないかなっていう話が出ました。あとはまあデマンドバスっていう、まあ、仕組みもありますので、そういったものを使うとか、あと人間の気持ちの問題で、あとノーマイカーを作って、みんなこの日は車に乗らない日を作ろうよとか、まあ、そういったこともその技術的な面だけじゃなくて、人の気持ちっていうか、そちらの方でも合わせて対策を取っていった方がいいんじゃないのという話になりました。でもう一つ次のページが多分農業の話が出ました。こちらはちょっと話の途中で終わってしまったので、まだこれからっていうところなんですけども、まあ、特に、県北の方は農業がかなりいろいろあって広大な耕作地があります。でそういったところで、小さなエコシステムが始まってて、その自分たちが作る分だけ作ってる野菜とか、そういったものをなんかうまく回していく仕組みがあるといいねと、いうようなところで、ちょっとすいません、話の途中で切れてしまいましたけど、茨城県チームは以上です。ありがとうございました。次桜川市のグループからお願いします。桜川市の斉と申します。今日は告知に参加いたしまして、いろんな方からに、悩みを聞いていただきました。はい、はい、やはり、最初のお話した通り、まあ、茨城県の真ん中の筑波山の北側にある、まあ、田舎なんですけども、まあ、その中でこういろんな課題とですね、課題といいますか、ことを相談したところなんですけども、どうしても自分たちのところでなかなか結びつくようなものにたどり着けず、まあ、人が流れてしまったり、まあ、山世界イベントがあったとしても、なんかその12ヶ月のうちの1月、そこに対するエネルギーがちょっとありまして。まあ、ひな祭りの来てくれる方は増えているはずなんで、その辺につきまして、いろんな交通機関とかですね、バス
ス会社、そういったところをこう連携するような形がいいんじゃないかというようなところですね。あと市民運動として当初始まったものがだんだん盛り上げを見せてきたということなんで、もっとこう絡め合ってですね、良くしていった方がいいんじゃないか。あと春夏秋冬を通じたイベントっていうのも、これも現実私たちでもないところあります、まあ、そういったところでいろいろと悩みを聞いていただきました。で、自分どこで、まあ、感想的なのになっちゃうんですけども、やはり今日のイベント、お話からしますと、まあ、自分たちの持ってる情報をオープンにして、その自治体内の盛り上げていくというところがあるんですけども、ちょっと自分の場合は切り替えてしまって、他の出ている自治体のデータを出してもらって、自分とこと絡めてちょっと広域的な視点で見れば、自分の地域をどう盛り上げていくべきかというところが見出せるんではないのかなというところで、まあ、利用させてもらえるような立場、見方っていうのもなんか必要ではないかっていうのはちょっと感じたところです。ちょっとお話の方まとまらないところが以上になります。ありがとうございました。次、越谷市のグループからお願いします。越谷市のファシリテーター担当させていただきました建設技術研究所の山口と申します。越谷市さんの、まあ、担当をやらせていただいて、越谷市に住んでいる方は一人もいらっしゃらなかったんですが、かなり皆さん積極的に意見をいただけてですね、充実した議論ができたかなと思いました。で、私まあ、議論はですね、まあ、せっかくこういうアーバンデータチャレンジの中で、まあ、今後みんないろんな方からですね、ハッカソンとかアイデアソンでアイデアもらうんだから、まあ、それでまあ、何か宿題をこう、そういう参加者の方に宿題をこうかけられるような課題を出しましょうということで議論していただきました。で、越谷さんなんですけれども、ある程度こう、まあ、統合型 GIS の整備を積極的にやられていて、まあ、AED のデータとかですね、避難所の情報とか、まあ、いろいろこうコンテンツが結構豊富に揃ってきているという状況で、まあ、今後オープンデータっていうのを考えた時にどう維持更新していくかっていう、そういうモチベーションをこういかに行政として確保していくかというのが課題だということを伺いました。で、やっぱりそこで議論の中で出たのは、そういうデータをですね、住民の方に届けてですね、こういうデータがあってよかったとか、そういうのをこう実感してもらうような仕掛けが必要だろうということで、まあ、そういうふうにこう整備した情報をいかに住民に届けるかっていうところと、あとはじゃあそれをこう実際にこう使ってもらった時に、まあ、どういったまあ、感想ですね、例えばこうハザードマップを実際にこう提供しているんだけれども、まあ、それ提供するだけじゃなくて、実際にその防災訓練とかそういう時にこう使っていただいて、まあ、ハザードマップの見やすさとか使いやすさみたいなのをフィードバックをもらう、そういう仕組みも必要かなというようなことが課題に上がりました。で、あとはですね、やっぱりこのベッドタウン、東京のベッドタウンになっているようなところがございまして、まあ、そういった中で子どものこう住環境安心安全みたいなところが一つ主題のテーマとしてやっぱあるのかなというところで、まあ、そういったテーマが、まあ、一つ軸として置けたのは明らかにきたら良かったかなというふうに思いました。で、あとはまあ他の地域とかにも関係する一般的な話として、まあ、そういった自治体が提供する際の情報の精度をどうするかとか、責任の範囲、まあ、面積事項みたいなのをどうすればいいかとか、あとはまあそういう二次利用のルールみたいなところで、やっぱ国のガイドラインみたいなのがないと、やっぱりこう自治体の方もですね、積極的に情報発信できないよねっていうようなところとか、あとはまあ持続可能な動きにしていくために、そういう地域の NPO の方のなんかこう IT スキルを向上させてですね、そういうこうマッシュアップできるような土壌をこう作っていくというのも重要かなというような、そういったことをまあ主に話し合いました。こんな感じでよろしいでしょうか。以上です。ありがとうございました。次、栃木県のグループからお願いします。栃木県グループの西澤です。ですね、今回の、目的として地域の課題とか、栃木県ですね、地域の課題、自治体の課題というのを、挙げていただきたいということだったんですが、まあ、最初の県のお話からあったように、まあ、GIS を取り扱う部署が少ないという、まあ、その GIS あるいはこう地理情報に関する方のちょっと課題がまず中心に、話が出ています。で、
なかなかこう GIS 活用しきれていないということで、例えばすでにあの公開しているデータ公開している部署なんかがあるんですけれども、じゃあそれがどういうふうにこう活用されているのっていうところがですね、まあ、十分こう把握がされていないというところで、まあ、なかなか効果が見えないというような話もありました。それからあのちょっと県の意識としてはやはりこう統一化がされてないんで、今日お越しいただいたのは県の整備部ということで情報部局ではないものですから、自分たちがそういうあの統合型をやるっていう立場でもないし、まあ、県の中にもそういう部署がないと、いうことをふうなお話をされていました。ただですね、逆にあの民間 の参加者の方からは、まあ、むしろ あえてその統合型 GIS にこだわる必要はないんじゃないかと、まあ共通の部分のを作るところと、それからあのそれぞれの担当が作るところっていうのは、まあ、別々でも構わないし、その方がですね、無理やりこう統合しようと思ってたらどこ縮尺を合わせるとかですね、まあ、そういう無理なことをするよりは、それぞれまずは各部局で使いやすいような情報の使い方というのをしたらどうかというのがございました。それから、うちのグループはあのちょうどたまたまの浦安市の方も一緒に入られてたんですけれども、こちらでは、まあ、浦安さんあの GIS 昔からやられてるということで、有名なところですけれども、統合型 GIS の他にですね、業務支援ということで、アーク GIS なんかこう制作ツールとして入れてるんだけれども、なかなかそれもあの使われていないで、長期的にどういうふうに活用していったらいいのかっていうのがなかなか見えていないような状況だという話がございました。それから、やっぱりこうなかなかデータを公開することが難しいということがありまして、ちょっと地域の課題ということをですね、ちょっとこう無理やりに出そうと思いまして、検討整備部、いわゆる土木系の部署ですので、やはりこう安全安心というところが課題ではないかということをちょっとお話をしまして、で、例えばそういう観点から言うと、道路とかですね、トンネルの危険性っていうのが、今、老朽化しているということで指摘されてますけれども、そういう情報っていうのはなかなか自治体の方から出すということが難しいということで、それはなぜかっていうと、一つにはじゃあここ危ないって言った時にそれに十分対応できる予算もないし、施策も打てないという中で、そういう中で危ないという情報だけ出すっていうのはなかなか行政としてはですね、その後に予想される批判とか、いうことを考えると難しいと、いうことがあるんじゃないかという話がありました。でただ、今となってはですね、もうそういうことを言っている場合ではなくて、やはりこう危険なところは危険だというような情報もこう積極的に、出していって、その上で、住民の方にですね、じゃあその政策の優先順位としてどうすればいいのか、住民の方にも考えてもらうとか、あるいは、当然こういきなりこう橋が通行止めになったりしてですね、明日から公開して通ってくださいみたいなことになると逆に住民の方も困ってしまうので、そういう危険の情報っていうのも先に出しておく必要があるんじゃないかというような話がありました。ということでちょっと栃木県の地域課題としては安全安心というような話がありまして、あとは、情報の課題としてはやはり統合して出せないとか、あとは情報公開がなかなか難しいというような、話が中心でございました。ありがとうございました。次、伊奈町のグループの方、よろしくお願いします。東芝、それから LOD チャレンジの長野と申します。よろしくお願いします。私たち伊奈町について議論したんですけども、伊奈町の方から防災についてテーマございまして、メンバーと議論したんですけども、例えばハザードマップ、それから避難地域どこなんだろうって、皆さん参加者それぞれのお住まいの地域でどうかっていうところで議論を始めまして、例えば私横浜に住んでるんですけども、横浜市は GIS 非常に充実していまして、ハザードマップウェブで見れるんですけども、紙ベースそういえばどこにあったかなとかいうとこからちょっと議論を始めまして、ある方はマンションにお住まいで、地域の、
そのマンションの中では情報が回ってるんだけども、ちょっと町との接点がなくて、お祭りがの開催が町からではなくて音を聞いて、あ、今日お祭りなんだっていうことを知ったりとかですね。あとまた別の方は全然その自治体からの情報入ってなくて、いつどこで何がやってるのか全く知らないっていう方もいらっしゃって、それかまた別の方は賃貸のアパートで、そこは大家さんがその自治体との接点をあんまりこう気にされなくて、町の情報が入ってこないとか、あるいは入れ替わりの多い地域だと、そこはちょっと地域との接点がやっぱりないとか、いろんなその視点でいろんな議論が出てきました。でそうするとですね、オープンデータと一言で言っても、それは紙で出せばいいのか電子的に出せばいいのかっていうのは簡単な問題ではなくて、その情報をやっぱりちゃんと必要としている人に必要なパスで、提供していくっていうことが必要なんではないかなっていうのは議論として出てきたところです。それからそうですね。で若い方、新しく地域に住まわれた方と、それから長年住んでられる方で、その地域に対して持っている情報とかありませんし、お互いに交流もなかなかないっていう話も聞きますので、間に行政さんが入っていただくことによって、その住民の横のつながりを、促進していただく、そういう場が必要かなっていうような話も出ました。例えば避難、防災で言えば避難訓練を開催するとか、あるいはちょっと平時のところからのお祭りを開催するとか、そういった形で行政さんがハブとなって、いろんな方と、地域の住民と行政がつながるで、住民と住民同士も横でつながっていく、そういった取り組みの中でオープンデータっていうのが使われていければいいんじゃないかなというのを話が出ました。あとですね、インフラっていうところでは防災無線、稲町さんでは防災無線をお使いで、どこかのおじいちゃんが今いないんだけど誰か知りませんかっていうレベル のお話が防災無線で流されるそうなんですけども、逆に都心部だと防災無線あまり使われておりません。でそういったインフラっていうのはやっぱりその地域のに合ったやっぱり形っていうのがあると思いますので、先ほどのオープンデータと合わせた形でそのインフラをどう整備していくかっていうのは、その町住民の皆さんに合った形で整備していくっていうのが必要ないんじゃないかなっていうところが議論として出てきたところです。以上です。ありがとうございました。次、藤沢市グループからお願いします。私も LOD チャレンジ実行委員の、高橋と申します。よろしくお願いします。でうちのグループからですね、会場がちょっとこちらになってしまいまして、皆さん車座でお話しできる状態にならないということもございまして、しかも20名ぐらいということでしたので、意見を皆さんが、皆様が住んでる地域で抱えられている、地域の問題というものをまず、挙げてみてですね、そこから何か共通項的なものを探せないかということを、中心にやったという感じになっております。で上がったものとしては、先ほどから出ておりますような、例えば、インフラ危機みたいな話ですね、インフラの、最新情報みたいな話であったり、防災防犯、あるいはモビリティですね、高齢者のモビリティであったり、道路が狭いことによって自転車と自動車の、問題であったりとか、あるいは、これもさっきから出てますけれども、コミュニティが見えない、他方で、セキュリティとプライバシーの問題が、相反しているというような、矛盾した問題であるとか、高齢化であるとか、保育の問題という話が出てきておりましたと。という形でこれだけ、集まったという感じなんですけれども、この中で、共通項というか横軸通す話として出てきたのが、まず、いろんなデータがあるんだけれども、データの探し方って実はわからないよねって話が、いくつか出てきましたと。で一つは、そもそもの、どう探せばいいのかって話も、リテラシー的な話もあるんですけれども、もう一つは例えば自治体をまたいだ場合どうするんだと、教会あるいは横断的に、解決しなきゃいけない問題に対してどうデータを探していけばいいんだろうとか、あとは自治体さんが出すデータに対して民間はどうしても完全性を求めがちなんだけれども、逆に言うと自治体さんからすると、それをやると鮮度が落ちてしまいますよと、時間かかりますからと。でそこでじゃあ自治体さん側と民間側がどう連携していけばこの、完全性と精度という問題を、共に、アクションしながら解決していけるのかというところを、議論しようとしていたところで、時間切れとなったというところでございます。以上になります。ありがとうございました。次、水戸市のグループからお願いします。
担当してました建設技研の内津と申します。水戸市の方もまあ、いろんな機関水戸市さん以外に国の関係の方、あと東京都の方とか自治体のメンバーも加えながら意見交換させていただきました。で水戸市の方はまず、まあ、ちょっとテーマとしては、まあ、そもそもどんな地域の悩みがあるのかとか、あとはまあ、ベンダーさんとかいらっしゃいますので、どんなデータがあると役立つとかみたいな、まあ、データからの視点だとか、あとはそういったデータがどのように伝えればいいのかみたいな課題というような3つの観点でちょっと議論させていただきました。で具体的な意見としては、一つちょっといきなりデジタルディバイドという激しいところが入っているんですが、一つまあ、データ提供する形の先の市民のデジタルディバイドといったところだけではなくて、まずはまあ、具体的な意見としては、IT に音痴な幹部に分かりやすくオープンデータを説明するにはといったような、まず出先の課題といったところもあるのか、あとは 何をオープンデータにするのかみたいなだとか、あとは何にどんな価値があるのかみたいなところすらまだ十分に分かってませんよといった課題がまずありました。でそれに対して一つの、まあ、アイデアとしては、地域の魅力といったものをどのように付加するのかみたいなところを考えれば、まあ、さらにそういった利活用も進むんではないかといったところがあるので、市民の意見を市側にフィードバックするような体制づくり、まあ、それをちゃんとできるような市側のガバメンツの効いた体制づくりも必要なんですが、そういった体制づくりの観点も必要ですねという意見もありました。でそういうふうに、まあ、何のデータかといった時のキーワードとして出てきたのが、まあ、一つここは十分に議論できているところではないんですが、利活用のキーワードとしては当然少子高齢化といったものがキーワードとして出てきたり、あとは中心部の空洞化、あとは商店街の活性化、観光情報の発信、あとは子どもの見守り防犯といったようなことが意見として出てきました。まあ、このあたりの利活用といったところがオープンデータとしてのニーズとして一つあるのではないかというご意見でした。でさらにそういったものを具体的にそういったデータを行政から提供しようとした場合に、その他の議論でされた主なことといったところで書いてあるんですが、まあ、その辺になってくると、やはりデータの責任、まあ、責任の所在だとか面積だとか更新の頻度といった ところが当然問題になってくるだとか、商用利用のところも問題になってくるというような課題がありました。でそれに対しては一つの、まあ、これもデータチャレンジとの今後の、まあ、ヒントになるのかもしれないんですが、まあ、基本的に行政からダイレクトに市民というよりも企業がどう絡んでいくかみたいなところでワンクッションを置くことで行政側の責任の所在も少し緩和されるし、市民としても使いやすくなるんではないかというご意見がありました。でその他のもう一つの意見としてはここに書いてないんですが、市民が使うという意見だけではなくて行政内部の人も便利になるような視点といったものも加えればより実効的なオープンデータになるんではないかというようなご意見もありました。まあ、このようなことが水戸市については議論されたという状況でございます。以上です。ありがとうございました。次で最後のグループとなります。八王子市グループの方、発表をお願いします。よろしくお願いします。どうも、北地ソリューションズ東日本の松本と申します。なんかファシリテーターがずっと説明してきて、突然、わけのわかんない企業の人が説明します。うちのグループですね、18人ぐらい集まりまして、こういうふうにですね、いっぱいこう出てきた次第でございます。で、正直ですね、今日8人集まって、3時間の中で話せたことっていうのが、なかなかまとまらないっていうのは正直なところでございます。で、上がった中で、まあ、共通項の部分を、今ここに書いていただいたので、ちょっとそこを、説明したいと思います。まず課題としてはですね、こういうふうにですね、公開利活用に関する課題としてですね、まあ、法制度上の、まあ、課題をどうするかっていうところがございます。で、ここに、まあ、データの権利関係っていうのが書かれています。現状ですね、メティさん、経済産業省さんの中心に、
に、あとはあの、流れ山さんもそうでしょうし、鯖井さんもそうでしょうけれども、クリエイティブコモンズっていうあの権利でやっていますが、本当にあれでいいのかっていうところはまずあるでしょう。で、それっていうのは何かっていう と、その下にも書かれました、データの内容を出された経緯、利活用の方が不明であると、これらが、まあ、住民スタート点で活用されている。これっていうのは何かっていうと、そもそもそのデータって誰のものですかと、それって本当は市民のものですよねと。で、じゃあそれってちゃんとそこのところをちゃんと権利を明確にした上で、じゃあそれって何でできたのかっていうところを伝わってないので、まあ、利活用されてないんじゃないかというふうな課題ですね、っていうのが挙げられていますと。で、テーマとしてどういうことが出てきたかっていうと、まあ、上とちょっと、テーマ、全然ちょっと観点は違いますが、少子高齢化にあたり人口などのデータとですね、まあ、公共の建物、資本、社会資本の配置など計画を、まあ、住民と一緒に考えていくための仕掛けっていうのが今後必要ではないかと。で、まあ、データとしてはですね、まあ、公共の情報とかですね、いろんなものが、まあ、これもどんなものが必要かみたいなところを議論する、まず訴状を作りましょうというところが、テーマとして挙げております。で、まあ、詳細はですね、他にもこういうふうにいろいろ上がってきましたが、まあ、まとめると、最初の1ページ目のところにはございました、こういったところでございます。以上です。ありがとうございました。これにて11グループ、すべてのグループからご発表いただきました。データの生成からそれのメンテナンス、外に出していく時のそれぞれの場面での活用など、さまざまな側面から課題を挙げていただけたかと思います。ちょっとお時間、短くなってしまっているんですけれども、ここで会場の皆様での、質疑を、させていただければと思います。それぞれのグループで議論されたことに対する、質問疑問など、あれば会場の方からいただきたいと思います。いかがでしょうか。どなたかなさそうですか。いらっしゃいますか。あ、真ん中の方お願いします。株式会社フレンズゆされいこと申します。自治体が抱える課題、悩み、取り組みに関しても、最初に配られました資料と、あと皆さんで話し合った後の、どういう話が出たのかみたいな一覧を見させていただいて思ったんですが、今回出てきたその課題や悩みだったりするような部分で、そもそも資料の中で配られているようなものをに目を通していたら、それだけで解決しそうな部分も結構あるかなと思ったんですが、例えば具体的にはどのようなデータを集めたらいいのかとか、どのようなデータが有用と思われるかみたいなところなんですが、そういった部分に関しては何かありましたでしょうか。なんか結構その話し合うまでも解決しそうな部分は結構あるのではないかと思ったんですが、意見を聞かせていただければと思います。各グループで議論された中でということでよろしいでしょうか。各グループでの議論もそうなんですが、最初にこう出てきた課題だったり悩みだったりっていった部分で、その自治体の大きさだったりとか、いろんな要素が関係してくると思うんですが、さまざまなレイヤーでの課題や悩みが並んでいると思うんですよ。で、逆にそういうような見方をすると、具体的にこういう問題があるって出てきている自治体さんもいれば、そこまではっきりと出てきてない自治体さんもいらっしゃったりとかしていて、でそれだけで結構この先どういうことが問題になりそうかみたいな、具体的な例だったりも見えて、ような気もしていたんですが、
なんかそういった話とかはなんか最初に出なかったのでしょうか。はい、お願いします。和田さん、あの一般 の議論の中で、まあ、役所の2段目の共通項で、まあ、他の役所もそうだよねっていう議論の中で、やっぱりどこに何があるのか、あの根本的に役所の情報って分かりにくいよねっていう議論はやはり出たんです。でまあ人、まあ、どうしても、一つの自治体ごとに対して、グループが集まって班分けをしての、議論だと、やはりどうしても、それぞれの自身の、お悩み事というのがあって、それについて聞くような、体制が今回あったのかなという中で、おそらくあのポロッと出たどこの役所も情報を得るのが分かりにくいんだよ、このあたりはがきっとあの共通の悩みとして今後は出てくるないかなというのは、あの、まあ、あのファシリテーションしてて、感じたところです。いかがでしょうか。質問されたといかがでしょうか。ありがとうございます。なんかやっぱり難しい問題だと思うので、今後もこの同様のワークショップというか話し合い続いていくとお伺いしているので、なんかその辺でいい解決策というかそういうのが見えればいいな。ありがとうございます。共通で解決していくべき課題と、あとはもうそれぞれの地域でこのデータを使ったら解決できるっていう種類の課題と、今ご指摘いただいたようにあると思いますので、共通的に、解決すべきこと、制度として成り立たせるべきことっていうのは、今後、今日出していただいた課題などを交えて整理していきたいというふうに、考えています。もう一方、二方いらっしゃる、よろしくお願いします。あの株式会社オリジナルデザインのイリサと言いますが、高齢者とですね、若い人、それから子ども、まあ、いろいろあるんですが、一番問題になっているのは、あのやっぱりその情報の出し方、それから捉え方の共通点がないんですね。でそこで我々が一番考えているのは、やっぱりこの年取るとやっぱり目も悪くなる、耳も悪くなる、それが良くなるわけじゃない。でそれからあとは認知症とかいろいろありますね。それからあとはあの幼児の、まあ、あの防災、まあ、連れ去り事件とか、あとは若い女性の相談問題とかいろいろあります。でその時共通に各あの自治体が出せるという共通の輪がない。これで一番分かるのはですね、あの我々一番今やってるんですが、一番いいのはあのさっき言ったようにあの QR コードとか皆さん存じだと思うんだと思うんですが、あのホームページに登録とかってありますね。あれでもうちの技術モデルなんで、それから今さらに今回 の東北の大地震の時に、地震に助かって津波に助かった高齢者あるいは若い人も避難場所にいっぱい死んでるんですよ。なぜかっていうと、基地局に全部流されるんです。やっぱり電波が届かないんです。これダメなんです。あの電子カルテみんなお家なんてあちこち悪いんですが、そういったところの内容も全部あのオフラインだったらダメなんだね。今電波が来て初めてつながるで、オフラインでも簡単に使えるものでですね、まあ、子供からお年寄りまでに共通バッテリーやっぱり今度はあのスマホというかこういう携帯もどん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 やっぱ使っていったで、その時にあの特定の機器でないとダメだというんじゃなくて、何でもいいと思う携帯でも、それでその時にですね、子供見守りシステムですね、この中にですね、今まであのコードを QR コードなんですけど、一つのコードに一画語しか喋れなかったんですよ。で、我々今度新しいやつで、一つのコードで何画語でも出せるようになった。で、それをこういうスマホでも使えるようにしましたんで、もう
あの読み取り機も何もいらないから、これで共通の場所というのはやっぱり携帯で簡単なものでもういいのかなという気がします。まあ一番そんなこと、情報提供の手段、さまざまな手段が考えられるというふうなご意見だったかと思います。ありがとうございます。他、ご意見や他のグループの議論に関する質問などある方いらっしゃいましたら、もう一方くらいいけるかなと。お願いします。先ほどファシリテーターを務めていながら別の方に発表してしまったので、というわけじゃないですが、先ほどの課題が明らかになっていればもう答えはおのずと出てくるんじゃないかみたいなお話、非常に耳が痛い話になったりします。で一方で、八王子のグループの中で結構意外だなと思ったのが、自治体の方は結構頑張ってデータを出していると、ただしそれが、正しくというかそれが周知されないので、使いたくても使えない、もしくはこんなデータがあったらいいのになと思っているのに、それが周知されていないので実はありましたというような事態がひょっとしたら意外と他の自治体さんでもあるのかなというのは感想として、持ちました。それから先ほどの課題が明らかになればすぐに何か解決するんじゃないかみたいな話なんですけど、今回の、この、アーバンデータチャレンジでもこの後コンテストを予定していて、要はこんなデータが出るとこんなことができるんじゃないですかみたいな、お見合いみたいなものがぜひできれば、ストレートに課題がありました、それが解決できますって言ってもことが実現できるのかというようなのはちょっとファシリテーターをさせていただきながらちょっと感じた、ちょっと感想面があります。ありがとうございました。他にないようでしたら、次に移らさせていただきたいと思います。次は、今回のこのデータチャレンジイベントに、実行委員として、参画いただいている方数名から、公表を、それぞれいただければと思います。ちょっと5名ほどお願いしているんですけれども、まず最初、朝日紅葉の大友様からお願いします。朝日紅葉の大友でございます。本日ですね、いろいろ自治体の方、あとはグループディスカッションの中でいろんなご意見等出てきて、大変有意義な話ができたかなというふうに思っております。それで、皆さんのお話をお伺いしまして、ちょっと感じたことをですね、ちょっと3点ほどですね、ちょっとご紹介させていただければなというふうに思います。でまず1つ目がですね、そもそもデータのオープン化についてっていうところでございますけども、これは、まずやはりオープン化っていうのは皆さんこう必要だろうというところ、それともう1つは時代の流れであるというところ、その辺のところの認識っていうのはもう皆さん持たれてるのかなっていうふうに思います。で、その辺のところをだんだんと進めていくっていうところが非常に重要かなというふうに思うんですけども、やはり先ほどの日野市さんの中で最後にちょっと紹介されていただいたんですけども、データをオープンにしてくれっていう話だけでこういくと、なかなかこううまくいかないこともあるのかなと。でじゃあそのオープンにすることによってどんな期待をされるのかなっていうところ、その辺についても、もうこういうものをズバリ解決してほしいんですという、そういったような、いわゆるこうデータのオープン化と同時に、やはり行政における今抱えている課題は何ですかということですね。それとあとはこんな悩みを持ってるんですよということ、それも同時にこうオープンしていくと、多分皆さんの悩みっていうのがこう解決する大きな糸口、もしくはきっかけになるのではないかなと、そういったような感じがいたしました。それと、あとデータをオープンにすることで、なんていうんですかね、こう、行政の方々にとってもですね、いろんなメリットがありますよっていうようなところの紹介があったかと思うんですけども、やはりそのメリットを受け入れるため の, 仕組みですね、こういったものもオープンと同時にこう設けていく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。具体的にはどういうものかと申しますと、例えばその例えばですよ、地形図をオープンにしましたと。でそうしたらとある民間企業さんが最新のデータに更新しましたとかっていう形でこう返してくれると、
まあ、そんなようなこともあってもいいんじゃないかなということですね。まあ、そういったものを受け取るということ、まあ、そうなった場合に当然そのデータの品質とか信頼性とかっていうやつもあるわけなんですけども、まあ、その辺はですね、まあ、あの仕組みの中で仕組みの一つの中でこう、ルールもしくは基準というものが設けて、つまりその、受け入れる仕組みってやつですね、まあ、そういうトータルの問題を考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。それとあと、2点目でございますけども、やはりあのデータをですね、あのオープンにして、まあ、一つの期待としてあの市場とか産業を活性化しますよというところ、まあ、そういったような狙いもあるのかなというふうに思います。でこれもあのやはりあの期待は大きいんですけども、実際どうなんだっていうところでいうと、やはりこれもですね、あの先ほどの話とちょっと重複しますが、あのデータを受け入れるっていう、あのオープンデータを、あデータをオープンにしたことによってその結果を受け入れる仕組みっていうものがやはり重要性があるのかなというふうに思います。例えばその、ある政策課題があります。でそれをデータをオープンにしたことによって、何らかの解決策をある民間企業さんが非常にこういいアイデアを出してくれたと、まあ、そういったサインやですね、やはりそのアイデアに対して、ある意味こうある程度の対価っていうものですね、あのこういったものが必要なのかなというふうに思っております。まあ、そうすることによってあの、まあ、そのデータを使っていろんなビジネスチャンスっていうのがですね、こうできてくるのかなというふうに思います。ですのであの、まあ、こういったような仕組みがあるとあのより産業がですね活性化するのかなというところ、まあ、そんなところをあの感じさせていただきます。であと最後になりますが、あのこれはあの日野市さん の, あのグループディスカッションの中でもですね、あのちょっとご指摘って言いましたが、あのいろんなディスカッションがあった中の一つのテーマにあの話題ではあるんですが、単にですねあの行政で、まあ、データのオープン化をしよう、オープンデータをあの提供しようというところで、あの手持ちのですね、いわゆるアナログの素材をデジタルにしてもですね、まあ、業務的にはこう長続きしないでしょうと。じゃあそれを解決するためにはどうするかというと、やはりあのこれはあの行政の業務そのものを根本的にこう変えていくような仕組み、これを考えないといけないんではないかなと、まあ、こんなようなご指摘がありました。まあ、そうするとあの今まではそのアナログであの、まあ、いわゆるこう成果といいましょうか、ものを作っていたものをですね、あの今度はあのデジタル化を前提とした業務プロセスの改善、こういったものがあの求められるんではないんですかと、まあ、こういったような話がありました。まあ、このスキームを変えるってことはこれ非常にあの大変なことだと思いますけども、あの今このオープン化の波ですね、こういったものが大きなきっかけにはなるのかなと思いますので、あのこの辺もあの何て言いましょうか、こう行政の方にこうご検討いただく、もしくは必要に応じてこう民間の力を借りてあのデータをより出しやすくするということですね、まあ、こういったことも検討されるとよりこの活動にあの一層こう推進といいましょうか、促進されるんじゃないかなというふうに思った次第でございます。以上でございます。ありがとうございました。続きまして株式会社公共イノベーションの川島様、よろしくお願いします。今日はこういう機会に参加させていただきました。ありがとうございます。いろんな方のお話を伺ってですね、まず2点、感じたことがあります。それは、まあ、第1点はその一般的な ルールに関する問題ですね。要するにその行政の方がデータを出すとした場合に、それが誤って解釈されるのではないかとか、あるいは間違って出たデータに対してそれに起因するその不利益を訴えられるのではないかという、そういう一般ルールとしてまだまだその行政の職員の 方々が安心して出すか出さないか、どこまで出すかということについてのまあ、議論が、十分に深まっていない、あるいは広まっていないのかなというその第一点。そのもう一点はやはり先ほどもご質問ありましたけれども、その個別の社会課題に対して具体的にどういうデータを誰が誰と一緒になってどういう出し方、どういう分析をして、どういう効果を出していくのかという方法論についても、まあこれはあの社会課題がはっきりすればそれで出るんじゃないかという、そういう見方もあるかもしれませんが、まあ、私の経験から言うと結構行政だけでは解けない問題が多いので、まあ、実際にやろうとすると民間の方、市民団体の方などと一緒にやったりすることになるので、この方法論もあの詰めていく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。それであの前の方のですね、一般ルールについては実はあの私もその国の検討会とかいろいろ参加している中で、先週の土曜日にオープンデータに関するその国としてどういうふうに取り扱うかということについてはガイドラインの案がパブコメに出されてますので、まあ、それは一つの参考になるかなとは思うんですが、まだただですね、具体的にその自治体としてどういうふうに対応するかというと、結局どういう形になるかというとそのウェブサイトにデータを出す時の利用規約にどう書くかという問題に具体的に言うとなると思います。
利用規約の中で著作権をどう所持するのか、あるいは個人情報についてどういう取り扱いなのか、あるいは基本的にはデータの利用に伴うリスクというのはユーザーに負ってもらうということなんですけど、ここははっきりと皆さん、私はそう考えているんですけども、オープンにするということに伴ってオープン化するそもそもの議論というのは、データの所有者は向こう側ですから、行政の内と外で見るとオーナーが自ら責任を負うわけですというのが私の考え方で、まあこれはいろいろ議論はありますが、基本的にはそういう方向ですので、行政の皆さんが、例えば地図系のデータは特にそうなんですけども、データの精度の解釈の問題が出てきてしまいますよね。でそれについてはユーザー責任なんですよというのが、まあ基本的に私の考え方で、いやそうは言っても文句言うよね、訴えられるよねということがあって、今後訴訟が起こるかもしれません。でもそれは裁判が明確にしてくれるでしょうと私は思っています。それから最後ですけれども、ちょっと最後に申し上げたいのは、実は私20年ぐらい前に北九州市役所で都市計画の仕事をしてました。でその時にちょうどウェブが世の中に出てきた頃でした。で全く同じ議論をしてました。このデータやっぱり出せるのかな、出せないのかな、ちょっとこのデータ決済取らないといけないかな、とここまで出すの、どこまで出すのみたいな、全く同じ議論をしてました。で20年後今見て、全国の自治体でホームページ持ってない自治体ありますか？ないですよね。私が言いたいのは費用対効果当然考えると思います。ただ僕の感覚で言うと5年から7年でデファクトになると思います。当たり前のように基本的なベーシックなサービスの一つになると思います。なぜならばそれがないと、そこに行った時に、そこに住もうとした時に不安感が生じるとか、社会通念としてそっちに触れた途端みんなそっちになると思います。そのコストがどうだとか、便益がどうかではなくて当たり前になると思います。僕は世界の動向を結構見てますけども、まあ当たり前になるのはまず、まあよほど天変地異が起こらない限り当然そうなると思いますので、ぜひ皆さんの中からオープンデータシティナンバーワンを目指す、実は僕は訴えたいのは、本当にオープンデータを 100% カタログ化してやってますという自治体は日本の中にはまだないんじゃないかなというふうに思っていて、ありますよ、個別 AED とかいろんなことやってる。でも本当に統計とか出せてるものをできるだけ一覧化して出してるところはないと思いますので、今日来ていらっしゃる自治体の方から第1号が出ることを期待して、このアバンデッドチャレンジが成功することになってます。ありがとうございます。ありがとうございました。と続きまして、オープンナレッジファンデーションジャパンの東さんもよろしくお願いします。オープンナレッジファンデーションというオープンデータを推進する団体に参加しております東と申します。私はもともとオープンソースとかコミュニティですね、いわゆるその旗から見たらお金にならない何やってんだろうみたいな人の一人なんですけども、そういった活動って実はこのオープンデータの進めていく中で非常に大事だなというのを感じています。でそういった文脈で今日のこのイベントもまさに私にとっては素晴らしい自分でこれまでやってきたことと合致する内容なんですけども、まずその何よりもこのように多くの自治体の当事者の方が集まっていただいて、なおかつ、グループに分かれてそこに住んでる住民の人たちも交えてこうフラットに議論ができる、こういう場って実はあんまりないと思います。そういった場ができたっていうだけでも今日は素晴らしい一歩だったのではないかなと思います。なのでこれからオープンデータ出さなきゃいけないとかしなきゃいけないとか考えると結構重たいところもありますけども、このアーバンデータチャレンジっていうのはそれを段階的に何度か繰り返して進めていこうとしてますので、そういった中であまり構えずに、もちろん責任ある立場の皆さんなんである程度構えざるを得ないんでしょうけども、構えずに済む議論っていうのができる場というふうに捉えて、その今後の議論にもぜひご参加いただければなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。続きまして、元北区役所の和田様、よろしくお願いします。すいません、和田でございます。もう皆さんにいろんな
ことを言われてしまったんであまりないんですけど、本当にこれ産学官で、このように課題を、話し合って、話を、まとめて、皆さんもやっぱりこの、まあ、ワークショップって形式で、ボードに付箋を貼っていくっていうのは、まあ、慣れてる方も街づくりの分野なんかで、普段お仕事されてると慣れてる方なんてもいらっしゃるかもしれないんですけど、なかなかまあ、住民相手にはやるものの、ちょっと自分たちでっていうのは難しかったんじゃないかななんていうふうに、私なんかも思ったり、しています。なんとなくこういった形、本当に町内会の、おじさんおばさんと、じゃあ町づくりについてどうしてこうよなんていう話題を、町会の事務所なんかに集まってするときなんか、やっぱり、こういったボードだとか、大きい模造紙なんかに、話し合いをしながら付箋を貼って最後に、似たような話が出たものを まとめていく KJ4 なんていうのもありやり方もありますけど、そういった形で、意見をまとめて、解決方向に、結びつけていくっていうのはやっぱり、今まで、やっぱりこういったものをもっと早くやっとくべきだったな。で今この関東、比較的広く集まっていただいていると思うんですけれども、これ全国でですねやってみたらもっと面白いことできるんじゃないかな、もっと面白いことわかるんじゃないかなっていうふうに思ってます。であとはですね、やっぱり先ほどのまあもうすでにあるんじゃないかとか課題の解決みたいな話の中で一つ思い出したのがまあ公営企業局みたいなところなんですけど、例えばバスとか地下鉄運行している役所さん、例えば横浜市さんなんかあるかと思うんですけど、そういったところでは時刻表を出してるんですよね。で検索してパッと出てくるようにバスロケーションだとか、あとエキスパートだとか乗り換え案内だとか、ウェブのサービスで民間の方の、検索のシステムで優秀なのがあって、どことどこ乗り継いでいけばどういうふうにたどり着くみたいなもの、ああいったものって実はまあ、オープンなんちゃらって言われる前に、結構サービスとして、まあ、存在は、しているものの、まあ、こんな大きな波として、来るのは、まあ、いよいよか。でこういったところで、まあ大きな船は必要ないかもしれないけれど、まあちょっとサーフボードだとかボディーボードぐらいのちょっと波を、まあ、乗りこなすような道具っていうのをちょっとみんなで、まあ、用意してみようよというのがこういったチャレンジなのかなというふうに、感じています。なんとなくスポーツをやるような気分で、皆さん参加して課題が解決できるように取り組んでいただければまあ面白いかなっていうふうに思います。大変な課題っていうのも多いかもしれないけど、それをなんとなく面白いかなっていう気持ちも持って取り組んでいただけるといい方向に向かっていくような、気がします。以上です。ありがとうございました。最後に、東京大学の西澤先生からよろしくお願いします。なんか前にいっぱいあります。ちょっとじゃあここから、まあ、最後ですので皆さんお話をもうすでにされてしまってるんですが、ちょっと今後のに向けてっていうことで、まあ、今回最初の関本先生の、説明からあったように、まあ、今回まあ、我々のそのアイジットっていう組織自体が、自治体とか国からデータを集めてそれを、まあ、どちらかというとユーザーサイドの方で活用していこうという取り組みをしてた中で、むしろそのデータを出す方の側からにもこういろんなメリットを出したいということで、まあ、自治体あるいは地域の、悩みを聞いてそれを解決するっていう、まあ、データ出す側にも具体的なメリットがこうあるようにということで始まっているものですから、で、まあ、今日いろいろお話を、まあ、各グループしていただいた中でも、ちょっとそこのところがですねまだ若干弱いかなという気がしていて、実は栃木県の中でもなかなか、具体的な地域の課題というところに話がいかなかったものですから、もう少しこれから今度8月の、次のイベントに向けてですね、その辺をもう少し具体的にこうデータを使って、まあ、そのデータを使って解決するっていう以前にですねこういう課題が地域にあるということをもう少しこうきちんと把握をしていけたらいいなというふうに思っています。で、当然今日ご参加いただいた自治体の方あるいはアンケートいろいろ答えていただいて今日ご参加いただけない団体の方にもですね、
まあ、これからもちょっと、もう少ししつこくですね、その辺のところは、お聞きしなきゃいけないのかなというふうに思っています。で、さらにその上で、まあ、それを解決するために、どうしたらいいかということを考えているんですけども、そうすると、まあ、データを使ってっていうことが、一つ今回キーワードですので、じゃあどういうデータがあるのっていうところもですね、いろいろこうサーチしていかなきゃいけない。で、先ほど川島さんの話も、今ありましたし、いろんな方から出てましたけども、データがどこにあるかわからないっていうところなんですが、個人的にはなんか若干違うかなっていう気もしていて、今検索エンジンっていうのがものすごく発達してますから、少なくともウェブで出てるものについてはですね、本来なら適切なキーワードを入れると引っかかるはずなんですよね。で、ちょっとそれがもしできてないとすると、それは出す方が、データ出す、ただ市役所がですね、ちゃんとしたタイトルの、ページの名前を付けて出してないんじゃないかっていうことですので、まあ、その辺ちょっと、その辺の実態もですね、もう少し把握する必要がある。それから、やっぱり、具体的に使うとなると、まあ、単に検索して出てくるっていうだけではなくて、やっぱりいろんなところで、こういうことは言われますが、データのいわゆるコンシェルジュみたいなんですね、いや、なんかこういうことをしたいんだったら、こういうデータありますよって、教えてくれるっていうか、セッション出してくれるような人っていうのがやっぱり必要で、まあ、その辺はデータ日頃から使ってる人みたいな人がですね、そういう役割を果たしてくれると、データの利用っていうのは飛躍的に進むのかな。やっぱりちょっと私自身はデータたくさん使う方なので、なんか当然こういうデータがあるってみんな知ってるよねと思ってるデータについてもですね、やっぱりこうなかなか自治体の方でも、あ、そんなデータあるんですかみたいな話がよくありますんで、そういう形で このデータのありかをが分かる仕組み、まあ、それは単にカタログを作るっていうだけでもなくてですね、人の手を介してやるみたいなことも必要かなというふうに今思っています。あとやっぱり一番大事なのは川島さんもおっしゃってた公開ルールみたいな話ですよね。まあ、責任論も含めて、どういうそのルールでやるか、それからやっぱり今ウェブでいっぱい出てますけれども、ライセンスのところがやっぱり今一つはっきりしないし、まあ、基本的にやっぱり自治体のホームページの規約のところでは全部著作権があるので勝手に 使わないでくださいって今書いてあるわけですけども、まあ、その辺をどうやってこう改善していくかっていう、まあ、国の方のいろんな検討でも今考えられていて、ガイドライン出るみたいですけれども、そこが逆に、クリアになれば、すでにいろいろ出てるので、でそれを使ってですね、いろんなことがきっと、まあ、民間の方も含めてやられて、で、まあ、少なくとも効果が、リアル形で出てくると思いますので、そうするとやっぱり、じゃあうちも出そうかとかですね、どういうデータも出そうかっていうところが出てくるのかなというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。各グループ、活発な、議論をいただいたおかげで、これからの活動で取り組んでいくべきこと、整理していくべきことというのの、種がたくさん得られたかなと思います。以上をもちまして、参加者によるグループディスカッションを終わらせていただきます。ありがとうございました。続きまして、最後の挨拶と今後の予定ということで、皆さん今日は長時間本当にどうもお付き合いいただいてどうもありがとうございました。ですね、今日こういうアーバンデートチャレンジ始めるにあたってですね、2点ほどやっぱりちょっと不安感かなり僕自身もありまして、もともと地方自治体巻き込むっていうのを大きく言ってたもので、それなりな数来てくれないとですね、ちょっとなんかかっこつかないかなみたいな部分もありまして
いや2とか3じゃちょっと迫力ないかなみたいな、 10ぐらいはなんとかみたいなこともあって、まあ一生懸命皆さんにお手紙とか出して来ていただいて、そういう中で来ていただいて、でなんかこんなところで喋らされるとは思ってなかったみたいなことも本当言われて申し訳ないと思ってるんですが、本当にここで喋っていただいて本当に大変感謝しております、地方自治体の方には。でまあぜひですね、2回目以降来ていただき、もうぜひ来ていただきたいっていうのは塚の市を願いと、あと周りの自治体もですねぜひ誘っていただいてですね、ちょっと輪を広げていただけると大変嬉しいかなと思っています。であとはですね、もう一点は実はまあ我々自身はあんまりワールドカフェとかグループディスカッションやったことなかったもんで、まあ、ファシリテーションも含めてまあできるのかなっていう、こういう会場も含めてなんですが、まあ、ちょっとその辺の不安感もあったんですが、その辺は全然全く問題なくですね、皆さんプロのコンサルタントとかデータを作られたような方でして、全くその辺は機運でしてね、皆さん任せしてよかったなと本当に大変幸せで感じております。もともとこれやり始めたのって去年の秋に GS 学会の年次講演会広島かなんか行った時に、さっき話してた和田さんとちょっと飲み会で盛り上がって、まあ、自治体の GS とか、まあ、一般 GS も、まあ、あんまりこう重い話になりがちなんだけど、まあ、もうちょっとデータだけに絞ってこうお祭り、まあ、チャレンジみたいな話でちょっとこうもう少し軽めに盛り上がろうみたいな話で、まあ、だいぶその時2人で盛り上がって、じゃあなんかデータチャレンジかなみたいな、東京でみたいな話になって、北区いっぱい出すよとかって言ってくれたんですが、和田さんはなんかいつの間にか勝手に北区やめちゃってですねしかも北区の方がお話しいただけるとかって言ったんですが、忙しくて来れないっていう釣れない返事までいただいてですね北区の方は多分いらしてないんですが、まあでも今日和田さん自身は無事こう来ていただいて、大変盛り上げていただいたということで、まあ、ちょっととりあえず一安心なんですが、あとですね、まあそういう2点あまり良かったなと思ったんですが、まあ今日広志さんからもお話しいただいたように、まあ、悩みをせっかくだから共有してもいいんじゃないかみたいな議論出ましたよね。で本当にぜひ今日最初にパワーポイントでまとめた課題のリストの課題、それぞれ各自治体の課題表のパワーポイントですとか、最後各グループでまとめた結果のパワーポイント、こういうのがですねぜひ、まあ、せっかくオープンデータ系なので公開させていただけるとありがたいかなと思っているんですが、いかがですかね。自治体の方もちょっとなずいていただいて拍手をいただいてありがとうございます。じゃあ基本的には公開をさせていただくということで、まあ、もし個別内容で何か記載がちょっとこれ不安だっていうところがあれば、各グループのファシリテーターの方かなんかに言っていただければ、その場っていうか、まあ、今日明日ぐらいに直して公開するように出したいと思います。はい、で次回なんですが、こちら8月でツール、まあ、ベストプラクティスとか、まあ、ツールの紹介とか、あと課題リストの、まあ、公表ということを、まあ、目指して、またちょっと今から頑張らないといけないんですが、こちらちょっと8月2日って書いていたんですが、ですね、こちらのホールがちょっと今のところいっぱいになってまして、1日もいっぱいなんですが、同じ政権内の DW601 っていう100ちょっとぐらい頑張って詰めれば入れるようなところはとりあえず空いてるので、そこでとりあえずはもう実習しようかなと思ってますので、まあ、もし会場提供していいよっていうところがあれば変わる可能性があるんですが、まあ、とりあえず8月1日の午後にやろうと思ってますので、ぜひカレンダーの方にご記入をいただければと思います。実行委員の方々も大丈夫ですかねもしちょっとダメそうな方いらっしゃったら後でこそっと教えてくださいということで、これで今日のイベントは終わりたいと思うんですが、何かご質問とかありますか。よろしいですか。じゃあ、終わりたいと思いますので、すみません、中条さんに最後お返ししたいと思います。
ありがとうございました。それではあの予定 の, あのものが全部終わりましたので、本日の、イベントはこれにて終了という形にさせていただきたいと思います。まあ、本日はあのちょっと予期せず、あの壇上で喋ることになった方々や、まあ、いろいろあの皆さんあのその中でのいろいろなあったり、フロアでいろいろ、ご質問をさせていただいたりということで、あの積極的に参加いただきましたと、ありがとうございました。最後にあの、まあ、あの参加した皆様に、まあ、お疲れ様ということで、拍手で終わりたいというふうに思います。続きまして、あの下の階ですね、あのこの建物の1階 の, あのカポペリカーノというレストランの方で懇親会の方を予定しておりますので、まだまだ議論が足りないということで、いろいろ議論して